こんにちは、ナビゲーターのももです。いつもご視聴いただき、ありがとうございます。今日の話題は、海外の反応。大谷翔平、去就問題はどうなる。エンジェルスの低迷を招いたミナシアン GM の失策を徹底解明、についての海外メディア反応です。エンジェルスの2022年シーズンは、事実上、終わってしまった。7月24日、現地のブレーブス戦に勝って、連敗を5で止めたものの、地区首位のアストロズとは 23.5 ゲーム差、ワイルドカード3位のマリナーズにも 10.5 ゲーム離されている。大谷翔平とマイク・トラウトは、シーズンの約5分の3を終えた時点で、早くも消化試合を戦うことになってしまったのだ。一体なぜ、このような事態になってしまったのか。端的に異様。ペリー・ミナシアン GM の決断がことごとく間違っていたからだ。まずは、柵オフの補強を振り返ってみよう。この時、ミナシアン GM は投手陣の補強に忙しく動いた。先発陣にはノア・シンダーガードとマイケル・ロレンゼン、ブルペンは FA になったクローザーのライセル・イグレシアスを4年5800万ドルで引き止めた上で、さらにアーロン・ループ、ライアン・テペラ、アーチー・ブラッドリーを獲得した。この6人の今季年俸は、トータルで6050万ドル。チーム総年俸の約3分の1近くに相当する。では、実際のパフォーマンスはどうか。7月24日時点で、計264年1月投球回を投げて防御率は 4.43。この数字だけでも、とても成功とは言い難いことはわかるが、勝利貢献度を示すは、ベースボールレファレンス版では、なんと 0.1 という衝撃的な数字が出ている。ワートは、そのポジションに代替可能選手と比べて、どれだけ勝利を上乗せしたかを示す代替可能選手とは、簡単に言えば、最低コストで獲得できるメジャー最底辺の選手を意味する。つまり、ミナシアン GM が6000万ドル以上もかけて集めた投手たちは、トータルで 3A 選手と、大して変わらないパフォーマンスしか見せていない、ということだ。エンジェルスと同じく、柵オフに FA 市場で多くの選手を獲得したのがジャイアンツだ。こちらは先発陣に、昨年ノーヒッター左腕のカルロス・ロドン、打線にはポストシーズンで活躍したジョク・ピーダーソンを補強した。新たに獲得した選手の今季年俸総額は、およそ8600万ドルで、彼らのここまでのワートータルは、4.7 とエンジェルスをはるかに上回る。断っておくが、ジャイアンツも打つ手すべてが当たったわけではない。再契約した一塁手のブランドン・ベルト、先発右腕のアンソニー・ディスクラファニは、不振や故障で低調な成績に終始している。それでも、ロドンとピーダーソンが、オールスターに選ばれる活躍を披露。特にロドンはシンダーガードとほぼ同じ年俸ながら、ワーは 3.30.9 と段違いで、もしエンジェルスにいてくれたらチーム状況も変わっていたのでは、と考えずにはいられない。もう一つの失策は、言うまでもなくジョー・マッドン監督の途中解任だ。6月7日、12連敗の責任を問う形でマッドン監督の首を切ったミナシアン GM だが、後任に据えたのはそれまでメジャーで指揮を取ったことがない、フィル・ネビン三塁コーチ。マッドン監督下で27勝29敗だったチームは、監督交代後に13勝26敗。戦績を見れば、ミナシアン GM の判断が、間違っていたことは火を見るより明らかだ。ミナシアン GM にとっては、自分が選んだわけでもなく、しかも実績でははるかに格上のマッドン監督は、一緒にやりにくい間柄だったのは理解できる。ただ、それを差し引いても、まだ借金2という状態で最優秀監督賞3回の名称を、解任するのはかなりリスキーな決断だった。そして実際、その賭けは無残な失敗に終わった。大谷とトラウトの、2人を中心に、強いチームを作り上げるためのロードマップは見えている。7月12日、ミナシアン GM は総教鞭した。
だが、柵オフの補強や監督交代劇を見る限り、GM のコメントとは真逆の結果が出ていることは火を見るより明らか。残念ながら現状では、このオフの補強にもあまり期待できそうにない。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、桃宛にお気軽にコメントしていただけたら大変嬉しいです。また、見てよかったと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。チャンネル登録していただけますと、ご希望者には、PDF レポート、ヒット商品、開発の裏技をお送りいたします。